ってみんなお待ちかね、仮面ライダー X8 ステージショー始まりのお時間です。拍手。はい、大きな拍手どうもありがとう。よし、それじゃあまずはやっぱりみんなの元気な声で聞きたいなと思うが、お姉さんがこんにちはって言ったらその後に続けて元気いっぱいのこんにちはを返してね。最後一番大きな声で言えるかな。お姉さんみんなのことちゃんと見てるからよろしくね。それじゃあ行くよ、みんなこんにちは。すっごいすごい、とっても元気なご挨拶、本当にどうもありがとう。さあ、お友達のみんな、今日はこの会場にいるお友達の声の力を合わせて大きな声で頑張れの応援を届けてほしいんだけど、応援できる？ありがとう。じゃあ一度練習するよ。お姉さんがせーのって言ったら大きな声で頑張れって言ってね。みんなも超協力プレイでよろしく。それじゃあいくよ、せーの。みんなならもっと大きな声で、せーの。そのパワー絶対エグゼイドに届けてね。それじゃあ行くよ、仮面ライダーエグゼイド始まります。ゲームスタート。さあ、仮面ライダーエグゼイド始まるだ。ダメだよ、この人はまだ終わってない。我々が話す新たに仮面ライダーコンディションを今この場所からスタートさせる。さあ、会場にいる人間の僕に思ってやってないな。会社のみんな大丈夫だった？みんなはこのゲームの世界から必ず連れ出してあげるから安心してね。ゲームスタート。なに、仮面ライダークリプトは止めさせない。前がぶつかるか。だったらどうするつもりだ。バイオコレクションステージクリアするのだ。簡単に我々のカメラでクロニクルの世界から抜け出せると思っているようだな。だが我々を通さない限り、ヤツがこのゲーム空間から抜け出すことはもう二度とない。もちろんここにいるお前たちもだ。だが先ほどから見ていたら、お前たちエグゼイドが出てきた時のその嬉しそうな顔は何だ。我々マグスターが出てきた時のその嫌そうな顔は何だ。お前たちはそんなにエグゼイドが好きか。
지낸다. 어머니가 지금 나가네. 에비세이저가 스키다리의 동원하지 예격당해! 하이! 자, 이거 이제 한번 이제 대화하게 되려나라. 에비세이저가 스키다도 하이파하면 니가 가셔도 못 되잖아. 내가 메르도 못 되니잖아. 오토저니 같은 거래. 뭐 못 된다, 못 들어, 못 들었나? 못 들어? 못 들어? 本当に? 근데 다분 네, 아또 1ヶ月もしたら 밀도도 밀도 갔대 이유죠. 네. 大笑い戦いがずっと続くんだよ。残念だったのはお父さんお母さん。あと5年は続くぞ。いや、そんなことは、まあ、そんなことはどうでもいい。うん、ごめんな。ごめんな、ちょっと、なんか、キラキラしてたから、ちょっと声かけちゃって。ごめんな。うん。さあ、お前たちは、我々のゲーム空間に閉じ込められているわけだが、どうやら、影から見ていたら、 お前たちがエグゼイドに頑張れ頑張れと言えば言うほどやつはどんどんと強くなっていく。お前たちの頑張れ頑張れという声がエグゼイドをどんどんと強くしていく。そこで私は考えた。お前たちのその頑張れという声がエグゼイドではなく、我々バグスターに向けられた、ほらおじちゃんたちエグゼイドに勝っちゃうじゃん。え、勝っちゃうじゃん。え、おじちゃん、 おじさんだよ、41歳の。うん。もうね、おじさんなんですよ。そう、おじさんなの。最後まで言ってんじゃない。エグゼイドを倒すのに頑張ってるんだ。いいか。え、おじさんでそんなにウケるの？本当に？よかった、よかった、おじさんになってよかった。あ、いじらない？お前、そういうキャラだったの？ うん、まあ、まあいいね、いいね。ごめんな、ごめんな。ついつい、声かけられると返しちゃうから、おじさんセリフ言わせて。頼むよ。今、かっこよく言ってるからさ。うん、なんか、ついつい言っちゃうからね。じゃあ、ここから始めていいですか？はい、ありがとうございます。許可をいただきましたので、もう一回行きます。さあ、お前たちの中のね、頑張れ頑張れという声が我々バグスターに向けられたらエグゼイドを倒すことができる。そこで、お前たちの中で、エグゼイドではなく、 我々バグスターの仲間になってもいいよというお友達を今から募集したいと思う。一応聞くだけ聞いてみるよ。え、まあ、まあ、いないと思うけど、一応聞くだけ聞いてみます。この会場の中で、エグゼイドではなく、我々バグスターの仲間になってもいいよという友達、元気手を挙げ、はーい。意外にいた方がいい。可愛い声が、はーいって聞こえたよ。まあまあ、でもちょっとその、ね、やっぱ、手挙げないでみんなね。じゃあ今からすごいことを言うから、もう一回考えて、手挙げてみるよ。いいですか？ この会場の中で、エグゼイドではなく、我々バグスターの仲間になってくれた男たちには、素敵なお土産があります。我々の仲間になりたい人、手挙げ！はい！ほら、増えた。お前ら元気だなぁ。よし、まあそういう子は大好きだぞ。じゃあ今からね、元気いっぱいのお友達を、我々の仲間にしたいと思うから、でもね、私がね、一人でね、選ぶのは大変だから、私の忠実なる守護霊を紹介しよう。バグスターウイルス、出てあげ！ はい、ご苦労様。ね、ご苦労様。何、いいか、あのね、カメラでクロニクルを完成させるために、ここにいる子供たちを取り組まなくてはいけない。な、お前たちは元気いっぱいの子供を連れてくるように。いいな、じゃあもう一回行け。あ、大丈夫だよ、怖くないよ。ね、逃げたらすげえ逃げたよ。じゃあ一応ね、行くぞ。もう一回ね、我々の仲間になりたい人は元気を伝えて。はい、 元気いっぱいの友達連れてきてください。はい、どうぞ。はい、はい、一人です。はい、すげえ、逃げる。大丈夫だよ。はい、はい。はい、じゃあ、じゃあ、はい。ほら、じゃあ、来て、来て、来て。大丈夫だから、あの、床ね、ウェルカムクラブの床綺麗だからね、裸足でないからね。はい、それではですね、 エグゼイド好きか？じゃあね、エグゼイドとおいちゃんたち、バグスター、どっちが好きですか？エグゼイド。ですよねー。まあそうだな。うん、わかった。まあ、でも今日はね、おいちゃんたちの仲間になるために頑張ってもらうんだけど、お前は今日ここに誰と来たの？ママ。ママ？そうか。じゃあ大事な質問があるからよく聞いて。今日のママは、綺麗ですか？ハルちゃん、ちょっと待って待って。
そういう時は綺麗ですか？なんて言うんだろう。もう一回聞くぞ。このまま綺麗ですか？はい、母ちゃんではよろ。やりろ。どうだ。あ、いた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 。あ、ね、あの綺麗の、なんかね、はい、やっぱ綺麗って言われるとね、手あげますよね。はい、ちょっと本当にそうでもなかった。嘘嘘嘘嘘。すいません、すいません。嘘嘘だよ。ごめんね。綺麗なお母さんでよかったな。じゃあ、綺麗なお母さんのために頑張ってくれますか？ ちょっと恥ずかしくなっちゃったかな。じゃあ、じゃあ春田君にお願いします。はい、それではこんにちは。元気がいいな。お名前は？9歳です。9歳。小学校何年生？3年生です。3年生か。学校楽しいか？楽しいです。じゃあ学校で好きな授業は何だ？国語です。国語。じゃあ嫌いな授業は何だ？漢字です。 国語の漢字一緒じゃね？国語の漢字一緒じゃね？あ、でも漢字ちょっと苦手か。うん。でもまあ、あのね、そこで苦手って言わなくなったらね、おいちゃんたちみたいになるからな。ちゃんと嫌いなやつでも、ちゃんと漢字勉強するようにな。はい。はい。じゃあね、はい、これも読んじゃくしゅー。あ、きゅー。さあ、最後、さっきの子だな。はい、こんにちは。こんにちは。もう可愛いな。 4歳です。お、4歳。もうホッケーしてるね。は、エグゼイド好き？好きです。じゃあ、エグゼイドと、おいちゃんたちバグスター、どっちが好き？エグゼイド。だよね。じゃあ、質問まで変えますね。エグゼイドと、今日お土産をあげるおいちゃんたちバグスター、どっちが好きですか？エグゼイド。だよね。ちょっと悩んだけどね。さっきみたいにスッて出なかったけどね。 まあでも今日はね、おいちゃんたちのね、仲間になるために頑張ってくれますか？はい。はい、じゃあ、に負けなくしゅー。さあ、それでは、君たちが我々の仲間になるために、このステージに上がっていることは、あのビッグギ仮面ライダーエグゼイドと戦わなくてはいけない。そこで、今日は君たちが仮面ライダーと戦うことができるかどうか、君たちの知能をテストしたい。いいか、今日の知能テストがさ、なんと、せっかくね、 このウェルカムプラザ青山に来たら交通安全クイズでやってみたいと思います。夏休み大事だよ、交通安全。ね、夏せっかくの夏休みなのに来たか。正解こちら。正解拍手。そうですね、道路を渡る前に右を見て左を見て、右を見てから車が来てないかどうかを確認していくんだぞ。 ね、車が来てんのに右見て左見て、あ、車来てるけど、ダメだからな。ちゃんと車が来てないかどうかを確認してから学んでください。ね、はい、それやったからね、OKです。よし、じゃあね、お前もよかったな。よし、じゃあお土産ゲットだ。はい、拍手。さあ、最後。もう大丈夫だよな。よし、じゃあ、お前の問題出すぞ。さあ、それでは、エイト君への問題、こちら。じゃん。 はい、オーダー炎の信号が赤から青に変わったのですぐに渡りました。これはよろしくって買ってもらってください。はい、これあげますからね。はい、じゃあ物をもらったら何て言うんだ？ありがとう。はい、ありがとう。はい、ありがとう。ありがとうございます。はい、ありがとう。ありがとうございます。はい、ありがとう。じゃあこの3人に分けなくしゅー。はい、じゃあお席に戻っていいですよ。 はい、ね、大丈夫？ね、怖くないでしょ？大丈夫？怖くないだろ？まだ怖いっている？あ、まだ怖い？じゃあ、あとね、2分我慢しよう。え、2分我慢したらおいちゃんたちにエグゼイドにやられるから。ダメ。エグゼイドを倒すの。ね、明日の放送なくすの。ね。いや、でもね、楽しいな。毎回来てるけど、楽しいが、 楽しい時間はこれで終わりだ。さあ、ここからは、仮面ライダークロニクルのスタートだ。<笑>いつもあの、くだらねえのやってねえで、ライダークロニクルの完成させようじゃねえか。<笑>わかった。じゃあ、今度こそ、お前の力で、ここにいる人間の、ライドプレイヤーに変えて、俺の元に持ち込んでもらえ。よし、会場の中で、子供たちを連れてくるんだ。行く！
今日はこの会場を守ってくれて本当にどうもありがとう。今、
次は握手会だよ俺。 それじゃ、またね。 どうもありがとう。今のお友達で締め切らせていただきます。たくさんの参加本当にありがとうございました。はい、じゃあスナイプもステージの上お願いします。さあ、それではバイバイって言ってくれてるね。たくさんのお別れ本当に頑張りがとう。全部届いてるからね。そろそろとっても寂しいんだけど、 M 君と大和先生とはお別れのお時間となってしまうんですかな。でも大丈夫だって。 劇場版トゥルーエンディング見に行ってください。よろしくね。じゃあ絶対またどこかで会えるから、またねのご挨拶でお別れしよう。せーの、またね。会場のみんな、元気のお弁当ありがとう。テレビ愛のそして映画でおれたちの応援よろしくな。それじゃあまたね。バイバイ。エクセイトスナイプ、今日は本当にどうもありがとう。 最後までお見送りしてくれたお友達、今日は来てくれて本当にどうもありがとう。さあみんな、まだまだ車いっぱい見てってね。今日は本当ウェルカムプラザ青山でさらに素敵な一日を過ごしていってください。それじゃあみんな、お姉さんともこれ